どうしたの？ラーメン嫌い？そうかもしれないわね。ナルト、ナルト。うわ、そうなの？私のナルト。お行儀悪いよ。私は見てただけだよ。自分のを食べてよ。私は自分のだよ。たくさんありますから、おかわりしましょうか。自家製ですけど。
お土産買ってきてね。行ってみただけだよ。パンフレット？映画見に行くんだ。初耳。知り合いって女の子？多分？駅前の映画館って今何を上映してるか知ってる？そうだと思った。ううん、何も。だって嬉しいもん。映画も楽しみだけど、やっぱり待ってた人が来てくれることが一番嬉しいよ。それだけで今まで待ってて本当に良かったって思えるもん。ううん、そんなことないよ。行こう、日が暮れる前にね。全然。うん。僕あんまり映画見ないから。昔はよく両親に連れられて見たんだけど。小学生くらいの時かな。
どうしてかな。あ、そんなことより急がないと始まっちゃうよ。5時5分前。うん。やっぱり僕やめる。でもこの映画にって書いてあるよ。僕前作見てないからきっと見てもわからないよ。そうだね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 。見てるもん。
横向いてるけど、でも見てるもん。返してよ。意地悪。僕ヘロヘロ。だって怖かったんだもん。僕子供の頃から幽霊とかお化けとか全然ダメなんだよ。そんな余裕なかったもん。見られてないもん。僕、女の子だもん。もう真っ暗だね。ふふふ。え？僕も楽しかったよ。ふふふ。だって怖いもん。どっちも一緒。
る。うん。バイバイ。嫌いじゃない。ちなみに、臨戦中だから。
みもみも。逃がした。そう。今は。どっか？一人で行って。私はまだいるから。私と？私はまだいるから。お腹空いてるんじゃなかったの？
ええ、そうよ。ちょっとごめんなさいね。そうかもしれないわね。そうね。その時はごちそう作ってあげないとね。おやすみなさい。行こうよ。早く行こうよ。早く行かないと日が暮れちゃうよ。買い物だよ、買い物。うん、お母さんに頼まれた買い物。一緒に行ってくれるって言ったよね。嘘つきはダメだよ。針千本飲ますよ。だったら行こうよ。大丈夫、きっと寒くないよ。だったら針千本。今は増量期間中で針1500本。